けてる、こういうところ、こういうところ、こういう引きだけど、こういう蹴りね、通ってるんだ、蹴り気をつけてる。乗ってるんだってね。食べてんの、また食べたくてしょうがないんかね。お腹壊すよ。行くよ行くよ、ほらほら、してないかな、やっぱ、これが食べたくて出てたの。雪が食べたくて出てたの。わわわわわ、凍ってんの、怖い。すごいな、雪が、山がすごい凍ってるね。楽しい。本当だ。だから、あ、いいや。楽しいね。音がね。ピョンでした。わお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 。またこの人気あるかな。テリキはこっちだ。ちょっと上がりな。ちょっと上がりなかったよ。さくら。さくら。さくら。張り切ってるね、なんか。海で行くんでそうかな。なんか雨ですね。怖い怖い。ツルツル滑ってる、ツルツル滑ってる、ツルツル滑ってる、滑っちゃって止まれないんだ。滑るね、これね。これツルツルだから綺麗に滑る。あ、そう。マジで自分も滑るぞ。渋滞に壊してしまうね。
はい、ということでですね、昨日雪が降って昨日はねお散歩に行けなかったんですけども、今日はねお散歩に行けそうな感じだったので、パパのね用事のついでにお散歩に来てみました。パパね会長さんになっちゃったんですよね。こういう時にね率先して会長やりますって言ってくれる人がいるといいんですけどね。まだねこの土地に引っ越してきて3年ぐらいしか経ってないので、もちろんね神社の行事どんなものがあるのかっていうのもさっぱりわからない状態なんですよ。ちょっとね心配なんですけども、まあ1年間ねパパ頑張ってもらいましょう。それでは今回の動画が良かったなって思った方はぜひチャンネル登録やグッドボタンをよろしくお願いいたします。コメントの方も毎回とっても楽しみに読ませていただいております。ぜひ一言だけでも大変励みになりますのでよろしくお願いいたしますね。それでは皆さん、また次回の動画でお会いいたしましょう。じゃあね、またね、バイバーイ。